Sorry, excuse me. Excuse me, it's very important. It's very important. Look at this asshole! Looks like I'm a little short. Yeah. Just a little. Na, sono yubi wa ore no nan da. Hai? Nusumareta nda yo. Motomoto wa ore no nan da. Dakara kaishite kure. Ah, iru n desu yo ne, tama ni. It's got Yumi engraved on the inside. 違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。Fine. He's come up with the money somehow. Maybe I can ask someone in the family if they'll spot me.Damn. Now I don't even have enough cash to buy it back. Do I know anyone who would loan me that much? Oh, nope, not that way. Alright, my bad, my bad, my bad. Alright, who are we looking for? Oh, Shinji? Kiryu no aniki janai sou ka? Shinji?こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか ?Excuse me? ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え?あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか ?Dude。すまんが、時間がない。急いでくれ。あ、はい。Nice. On ni kiru. Kondo, kansou kikasete kudasai ne. He does look like that kind of guy, Shinji, doesn't he? He does look like that kind of guy. I wonder if we're gonna come in and he's like, sorry, sold.More expensive. Oi, さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら指輪って掘ったらはず。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。This is ridiculous, but I need more money. Maybe Shinji is still in the area. Man, what a pain. I'm sorry, Shinji. All right.Okay. Shinji. Are you going to be a little bit of a short time? Shinji, I'm going to be a little bit of a short time. I'm going to be a little bit of a short time. He sounds out of breath as well. I'm going to be a little bit of a short time. I'm going to be a little bit of a short time. I'm going to be a little bit of a short time.そうっすよね。わかりました。ナイス。すまん。よし。俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。He really does look like that kind of guy. I swear to God. Of course.ない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんたやっぱり来たんだね。
おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。ああ、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。This guy just did a like full 180 personality wise. 大事にしてくれるさ、きっとな。 Great. We did it, team. ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。He's so shy. この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。 Is Yumi gonna die within the next like hour? ありがとう、大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。Oh, he's not happy. 私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあ、キリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ。別にいいけどさ。錦 doesn't get it. The previous day, September 30th.Several hours later, October 1st, 4 p.m. おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。錦はどうした？
錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた。そうか。今何時だ。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの。ああそうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ。うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。 Alright. Alright, not that door, apparently. This door. I'll be seeing ya. Sorry, wrong door. Alright, over to the office. Can't sprint while holding the briefcase. Okay, that's fine. Kiryu-san, Kiryu-san!なんだ、田村か。どうしたんだお前。いやー、ちょっと桐生さんに紹介したい奴がいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌。ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります。俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。 Alright. A weird interaction, but alright. Oh, look at this guy. Oh my god, what a poor creature.おう、来たか。失礼します。Do you really have a gold cane? ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。He looks different. また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ。お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやすさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。玲奈さんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長が由美さんさらっていったんです。 What? 由美か。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも、ニシキのおじけもそれ聞いて組長のところに。ニシキが。ニシキ gonna kill him and Kiryu's gonna take the fall。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった。すぐに行く。おい、どうした?堂島組長が、ユミを強引に連れ去ったらしいんです。それで、ニシキが一人でユミを助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。
ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミとニシキは兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ、Alright, let's go beat up Dojima. Nishiki's absolutely gonna kill him. Go to the Dojima family office. Let's go. What sullen music. Yep.Ran 5 whole feet down the street, out of breath. I can sympathize, to be fair. I'm hardly one to be throwing stones. How far are we going? How far? Oh, not that far. The dojo? Is it over here? That doesn't sound right. Kirin, ubatta kane kaishite morau ka. Arya. Warui na. Ima isoide nu da.このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。 All right, sure. All right, a little bit off.One second, because everything feels very constricted. If we go down, oh, advanced settings, let's find the field of view a little bit. Oh, much better, much better. You can actually fucking see now. You know, you've had a lot of time to get a new weapon, dude. Is that really the best you can do still?Hold on. Alright, now you. Oh, that used heat, didn't it? Nope, that, there you go.Oh, just completely over. Just standing ramrod stiff now. Damn you. Yeah. Nerd. It's a little bit stretched back here, but it's fine. It's fine. Is it really the Dojima office? Damn, they got downgraded. Yumi! Nishiki! Yep. Dojima's dead.だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって、何発も。ユミ、ユミ。おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。ユミを連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。
だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦弓を頼む。キリュウは行け。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。You can tell this guy's a cop on the edge. He's got wild hair. 俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。 Well, we've got a history with Sarah, so 自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間のおやっさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。新人、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。あ、そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。あんただろ、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。道島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。
東条会の幹部やったんだ。Two Fork Style。想像してたろ。堂島組長が、あの世で寂しいとさ。Yeah. Okay. Inmate 1356. Okay. Yeah, it's going real well for you, huh? The deadly two-fork style. Oh, all right, he's had enough of that one.Oh, fucking homing fork. Kiwami means extreme. When a powerful enemy takes a certain amount of damage, they will enter a state of rejuvenation to recover. If Kiryu is in climax heat mode at this time, he can use Essence of Kiwami. A climax heat action only usable against powerful foes. The battle style you should use depends on the opponent.Enemy rejuvenation is marked by an energy stronger aura. Okay. Oh, dragon style. All right. All right. Fair enough. 誰の命令だ。セラ会長だ。道場会の三代目だよ。なんだと？Got him。何が堂島の竜だ？あの野郎、絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか？現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか？さあ、見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら、話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか？だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ！その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ？そんな嘘でしょ？嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの？ねえ、錦山君助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？俺が役立たずだって言いたいのか？そんなつ…お前までそんなこと言うのか！Yeah, you are, though.
食事始め。Alright, parole. Fair enough. I was thinking 10 years is pretty good for murder. 囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさん。He's like, oh, as well. で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長。You can tell he's a villain now.He slicked his hair back. 東都銀行の貸金庫にあった組の金、100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を外れにです。やかましか。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目。He's got the villain eyebrows now.その情報どこからだ？関西五代目海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか？会長、三代目。会長、10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしているカズキという男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。We're home.
loads. There we go. I wonder if tomorrow the informant is still in town. I'm sure he knows enough to bring me up to speed. Maybe I can track him down. Let's go. Yeah, yeah, completion list, I know, I know. Still in the no-fun zone? That's okay, we were in the real no-fun zone a minute ago. I can see a thing in the middle of the street. Just wait. Hmm? Oh! Yappari Kiryu-chan yattan ka! Majima no nii-san, gobusada shite masu. Kono tabi, shusho shite maerimashita. お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえば。そんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら、お前は死んでたて。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険っちゅうことだ。平和ボケしたアホのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと？おう、そうちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。 Well, that was easy. All right. Oh, hell, yep, there goes all the health bar. He has gone soft. Oh, oh god. Oh, Jesus. Oh, fuck.It's not looking good. It's looking very bad, actually. Very bad. Oh, oh, yep, mm-hmm. Oh, Jesus.So, yeah, mm-hmm, yeah, okay, that's fine, that's fine. You're not meant to win that fight, right? Or am I just that bad? No, okay. Kurataga... Omou you ni
これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、道島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。I love Majima. Kiryu lost many of his skills while he was in prison, but those skills can be regained using experience points to upgrade abilities from the Oz Pause menu. Cannot be regained by using experience points. Instead, you have to regain those skills through battle against Majima. I see, so he's what locks off Dragon of Dojima. Gotcha. Let's have a gander at what we got. Soul increases your heat actions. Learn new moves. Relearn the Dragon of Dojima. Alright, so let's look at some tech. What we got? So we got throw your body. Yep, we gotta learn everything again now. Okay. There's a lot of stuff, isn't there? Alright, well. We will go up first, because that's Brawler, which has always been my favorite style. Can't do that. We will go left, because Beast was my second favorite. Great. Does this learn new heat actions as well? Yes. I see. Alright. Anyway. Alright. Gotcha. Understood.